チャールズ・ダニエルズチャールズ・ダニエルズはアメリカ合衆国の弁護士、政治家。ニューヨーク州ニューヨークにて誕生。オハイオ州トレドで幼少期を過ごし、父親の靴屋で取引を学んだ。1842年、ニューヨーク州バッファローに移り、法律を学んだ。1847年、弁護士として認可を受け、バッファローで弁護士業を経営。百六十三年、 ニューヨーク州知事保冷所シーボアの任命でニューヨーク州最高裁判所判事に就任。ジェームズ・ホイトの死去による欠員補充によるものであった。その後の補選でダニエルズはホイト分の残忍期間の在任が決まり、続いて1869年に8年任期で再選。1877年に14年任期で再選した。最終的には1891年の 任期満了まで最高裁判事を務めた。また1869年にはニューヨーク控訴裁判所判事としての地位も有した。1886年、ニューヨーク州控訴裁判所判事に立候補したが、民主党ルーファス・ホイーラー・ペッカムに敗れた。ダニエルズは共和党から連邦会院議員に選出され、 1893年3月4日から1897年3月3日まで議員を務めた。ありがとうございます。